ですが皆さん、パッと見でこの4枚の映像の中で綺麗だと思うものはどれでしょうか？カピラボ。皆さんどうもこんにちは。ゲームは映像重視派のカピさんです。皆さんアップスケーリング技術って使っていますか？最近ではコンシューマーゲーム機でも使用できるコンバーターなども販売されていたり、PS5 では実際にこの技術が使用されており、アップスケーリング技術も随分定着してきました。最近ではテレビは 4K はもう主流で 8K 解像度のものを使用している方や、PC のモニターもサイズや解像度が大きいものも増え、WQHD や 4K のモニターを使用される方も増えてきました。私も現在40インチの UWQHD というサイズのモニターを使用しているんですが、ゲームをやるとなると解像度が大きくなれば大きくなるほど求められる PC のスペックも上がっていくんですよね。4K モニターを持っていてやりたいゲームもあるけど GPU のパワーが追いつかないんだよな。って方もいるかと思います。そんな時に役立つのがこのアップスケーリング技術なんです。GPU のスペックが足りないんならアップスケーリング技術を使えばいいじゃない。って歴史上のカピーアントワネットも言っていた気がします。ということで前置きが少し長くなりましたが、今回はこのアップスケーリング技術の一つ、AMD のフィディリティ FX スーパーレゾリューション、FSR についてやっていきたいと思います。今回は AMD と ASUS とのタイアップで Twitter でゲームコードのプレゼントキャンペーンもやっているのでよかったらそちらもチェックしてみてください。では、今回の動画の流れはこんな感じ。まず、FSR について軽くご説明。次に検証環境の紹介と機材の説明。最後に実際にフォースポークンというゲームで FSR2.0 を使用し、ゲーム内にて映像やフレームレートの違いを見ていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。ではまずはじめに、アップスケーリングとは何ぞや？っていうのをマジでざっくり簡単に説明すると、粗い映像を綺麗な映像に変換してくれる技術です。小さなキャンバスに描いた絵をそのまま大きなキャンバスに拡大コピーすると画質が悪くなりますよね。こういう場合に自動的に拡大して足りない部分を書き足して、さらに元の絵よりもくっきり綺麗にしてくれる。みたいな感じです。簡単にアップスケーリングを紹介したところで PC ゲームにおいてのアップスケーリング技術って大きく3つあるんですが、まず1つ目は NVIDIA の RTX シリーズで使用可能な DLSS。2つ目が AMD が提供している超解像度技術の FSR。3つ目が同じく AMD ラデオの RX5000 シリーズ以降で使用可能な RSR。大まかにこの3種類となります。RTX シリーズで使用可能な DLSS はテンサーコアを必要としたアップスケーリング技術。FSR は超解像アルゴリズムを使用したアップスケーリングで、RTX シリーズのようにテンサーコアを必要としません。このテンサーコアを必要としないのが重要で、このおかげでたくさんのグラフィックスやハードウェアに対応しており、なんと、ゲームさえ対応していれば NVIDIA のグラフィックボードでも使えます。自社製グラボでしか使えないようにすればもっと売り上げ上がるんじゃね？とも思いますが、消費者に優しいのはマジでありがたいですよね。対応タイトルもかなり多くなってきており、FSR 全体では対応ゲームが230タイトル以上あるらしいです。FSR2.0 も当初じゃ対応タイトルは少なかったのですが現在は着々と数が増えていますね。他にも AMD は RSR といったアップスケーリング技術も出していて、こちらはラデオンの5000番台以降の GPU なら使用できます。しかもこの RSR はゲーム内対応が必要ないので幅広いゲームに対応しています。RSR について気になる方は以前の動画を概要欄に記載しておくので参照してください。しかしこうやってみると AMD のアップスケーリング対応の幅ってかなり広いんですよね。FSR 対応のタイトルでは FSR を使用し、未対応タイトルでは RSR を使えばアップスケーリングの幅もかなり広がります。これが AMD の GPU の強みですね。使い方を知っておけばゲームライフが格段に良くなることは間違いないです。まあ、すごいすごいと言われてもあまりパッとしないと思うのでまずはこちらの映像を見てください。最初にも4つの映像を表示しましたが、この4つそこまで大きく違いはわからないですよね。小さい映像ではなおさらだと思うので1枚1枚切り替えて見てみましょう。はい、4つの動画を少しずつ表示させてみましたがいかがでしょうか？
実はそれぞれの動画のアップスケーリングはこのようになっています。皆さんは予想は当たってましたか？正直並べて拡大してよく見比べないとそんなに違いがわからないレベルですよね。FSR2.0 の凄さが分かっていただけたと思うのですが、すごいのは綺麗な映像だけじゃないんです。こちらを見てください。フレームレートが格段に向上しているんです。このフォースポークンというゲームは 4K でレイトレーシングを使ってプレイすると、現状最強とも言える構成でも重いなと感じることもあるのですが、FSR2.0 を使用すればフレームレートが約30から70程度上昇したんですよね。CPU 使用率は上がりますが、ネイティブバリの綺麗な映像でしかも高 FPS を叩き出せるのであれば使わない手はない。ネイティブにこだわってカクついた映像でプレイするよりは FSR2.0 を使用してヌルヌルプレイした方がいいですよね。私はそう思うのですが、皆さんはいかがでしょうか？ GPU のパワー的に足りなかったゲームもこういった技術を使用すれば疑似的に高解像度でプレイできるのは素晴らしいですよね。ではここからは詳しくゲーム映像を見ていくにあたって、今回の構成や使用パーツなどを確認していきましょう。まず、全体の構成はこんな感じ。全体的に強っ強なガチハイエンド構成ですね。今回は数値を見るためにこの構成で検証していますが、FSR2.0 を使用するならば 6600XT や 6700XT のような GPU でも今回の検証ゲームはしっかりと遊べます。CPU は AMD Ryzen 9 7950X3D。3月3日に発売となった最新の CPU となります。3DV キャッシュを搭載し、現在ゲーミングにおいては究極の CPU と言えるものですね。しっかりと設定をしないと性能が発揮できないという難点はありますが、詳しい設定方法は AMD ほぼ公認となっているグラデオン卿の動画を見ればわかりやすいかと思います。そして GPU ですが、こちらも AMD 環境で最強の GPU。ASUS TUF RX7900XTX O24G ゲーミング。こちらを使用して検証していきます。今回使用する GPU は ASUS の TUF シリーズのオリファンモデルとなります。発売は2023年1月20日で、まだ発売から2ヶ月ほどとなります。現在価格は最安が184,790円。基本的な性能は RTX 4080を上回っており、コスパが高い GPU となっています。VRAM も 4GB 搭載と大容量で VR をプレイする方にも喜ばれている GPU ですね。詳細スペックは概要欄にメーカーホームページを記載しておきますので、そちらをご覧ください。中身はこんな感じ。外箱よりも内箱の方が凝っていますね。最近の ASUS ってこういった宇宙的なデザインが多い気がします。うはぁ、新品のこの感じと匂いっていいよね。しっかりと保護袋にも入っています。本体下には説明書などの紙類が入った箱が入っていました。あと星4のトレカも入っていたんだけど、ASUS ってこういう遊び心あるよね。他には配線をまとめるマジックテープのバンドが一つ、ドライバーにもなるグラボステイが入っていました。組み立て時にも役に立つし、ありがたいですね。そして本体はこんな感じ。新品なのでペリペリがついていたので剥がしてしまいましょう。いやー、ペリペリ剥がすのって快感ですよね。剥がし終わるとこんな感じ。名実ともに武骨なデザインで、これぞタフって感じ。見た目はかなり重厚感があります。全体的に金属パーツを使用しているので剛性も高いでしょうね。フロントはヘアライン加工も入っており、質感もかなりいいです。至るところにタフのロゴが入っていたり、ここには座標のような数値が書かれています。ファンはアクシアルテックファンを3つ採用しており、冷却性と静音性を両立しているとのこと。外周が繋がっていることでファンのブレを少なくしているんですね。そして大型の金属製バックプレートを採用することで基板のたわみを防ぐ作りとなっていました。バックプレートデザインも近未来感がありますね。全体的にかなりがっしりした作りとなっています。また、内部にはミリタリーグレードの耐性の高いパーツを使用しており、それを冷却するためのヒートシンクも大型のものを採用しているので、冷却性能もかなり高そうです。若干気になったのが本体の厚み。サイズや重量もさることながら、厚みも 3.63 スロットとかなりの厚みがあります。この点は要注意ですね。ケースによっては入らないものもありそうです。側面はこんな感じで、ラデオンのロゴとタフのマークが入っています。このマーク部分は ARGB で光るようです。
また、補助電源は8ピンが3つとなっており、推奨電源容量は 850W となっています。電源選びは補助電源本数とかをしっかりと確認した方がいいですね。映像出力はディスプレイポートが3つ、HDMI が1つの合計4画面の出力が可能です。あとはこちらの BIOS 切り替えスイッチでパフォーマンスモードと静音モードの切り替えもできます。とりあえず見た目や仕様はこんな感じですかね。では実際に FSR2.0 を使うとどれだけパフォーマンスが向上するのか、どれだけ映像に違いが出るのかを見ていきましょう。今回はいつものベンチマークなどではなく、実際にフォースポークンを使用して FPS や映像を確認していきます。このゲームは簡単に説明すると今流行りの異世界転移もののゲームとなります。ゲームを始めるとまさかの裁判所からのスタートとなるんですが、なんと主人公が容疑者側、無実を主張していますが完璧にやってる人なんですよね。判決では裁判官の恩情をいただき社会奉仕だけで済むのですが、家に帰る途中で車泥棒に関わっていたギャングに襲われる始末。ギリギリその場を逃げ切ることができやっと自宅に帰宅。長年住んでいたニューヨークに嫌気がさし、長い間貯めたお金を持って飼い猫と一緒に街を脱出しようとするのですが、なんと寝ている間にギャングに自宅と一緒にお金も燃やされるという始末。間一髪のところで猫と一緒に逃げ出すことはできたのですが、行くあてもなく町からの脱出も叶わなくなってしまったんですよね。一緒に住んでいた猫を裁判官に預けギャングに復讐をする物語かと思いきや、路頭に迷っている最中に見つけた腕輪と一緒に異世界転移をしてしまうといった感じの内容となっています。ゲーム自体は中世というかファンタジー要素がある感じなんですが、正気にやられたモンスターやゾンビと戦うようなアクション RPG で、戦闘には魔法を使いフィールドを駆け回る感じのゲームとなっています。目標はあるんですがオープンワールドなので結構自由度は高い感じ。ある程度プレイしてみたんですが結構面白いですね。ではまずは設定なんですが、今回の構成が強いということもあり基本的に最高設定でのプレイとなります。レイトレもオンにした状態ですね。まずは基準となるネイティブでベンチマークを実行してみるとこんな感じ。結構重たいゲームなので 4K だと平均は 60fps に届かない感じですね。実際にゲームもやってみましたがところどころカクツキがあるんですよね。これだけ強い構成でカクツキが出るとは、って思ったんですがこれが FSR2.0 を使用することでかなり化けました。FSR2.0 の使い方はゲーム内のグラフィック設定で FSR2.0 をオンにするだけ。たったこれだけで数値が爆上がりします。FSR2.0 の設定にはクオリティ、バランス、パフォーマンス、ウルトラパフォーマンスと4種類あり、右に行くにつれ FPS が向上し画質が荒くなるんですが、実際プレイしてるとクオリティやバランス、パフォーマンスではそんなに違いがわからないんですよね。というかウルトラパフォーマンスでもまじまじと拡大して見比べないとわからない。それなのにフレームレートはかなり向上しているんですよね。このシーンはイベント時なのでフレームレートの違いも少ないですが、実際のバトル時などにはもっと数値の違いが出てきます。こうやって見比べると FSR2.0 を有効にすると色味や背景がくっきりして影が少なくなっているのはわかりますが、単体だとわかりづらいですよね。影の表現が少なくなっているのでレイトレとはちょっと相性は良くないかもですね。ここら辺は今後の FSR3.0 に期待ですね。しかし、これかなりすごいですよね。正直カクツキを感じながらゲームするよりは FSR2.0 を使ってヌルヌルゲームをした方が快適度は格段に高いです。ローやミドルレンジの GPU を使って重たいゲームを高設定で遊びたい時にも向いていると思います。ネイティブで動けばそれに越したことはないですが、この機能を使わないのはもったいないなと感じますね。正直画像を拡大すれば違いはわかりますが、ゲーム中に画面を拡大してみる人はいないんじゃないかな？一点私が感じるデメリットとしてはシャープニングや表現の部分。実際のネイティブ映像がボケ感とかをあえて出している作品だとそのボケ感をくっきりと表現しすぎてしまう場合があるんですよね。あとは影がなくなってしまったりとかですかね。人間の目でも遠くのものはぼやけて見えますが、そういった部分も綺麗に保管してしまう。逆を言えば綺麗にしすぎてしまうという部分がデメリットになるかもしれません。しかし重たいゲームだとデメリット以上にメリットが大きいので使わないのはもったいないですよね。特にエントリー帯やミドル帯では間違いなく活躍する機能だと思います。一回使ってみるとびっくりすると思いますよ。ということで動画も長くなってきたのでここらでまとめに入りましょう。今回は AMD の Fidelity FX スーパーレゾリューションを使用してみましたがいかがだったでしょうか？
一時的ではありますが高解像度かつ高 FPS でゲームが可能になる素晴らしい技術だと思います。対応ゲームでは無料で使えますし、皆さんもぜひ一度使ってみてはいかがでしょうか。また今回検証に使用したフォースポークンというゲームの Twitter プレゼントキャンペーンもやっているので、気になった方は概要欄からチェックしてみてください。ということで今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまた、バイバイ。アップスケーリングはマジで使わなきゃもったいないと思うんだよね。特にローミドルではマジで活躍するよ。